こんにちは、内閣総理大臣の岸田文雄です。2021年もあとわずかです。皆様が心穏やかに師走を迎えられていることを願っています。昨年に引き続き今年もコロナとの戦いにより皆様には不自由な生活をお願いすることとなりました。医療従事者の皆様には昼夜を問わず大変なご尽力をいただきました。介護や教育、保育などの現場の皆様にも感染拡大防止にご協力をいただきました。飲食、宿泊業、文化芸術、運輸業などの皆様には大変なご負担をおかけしたことと思います。官庁や自治体の職員の皆さんも寝食を惜しんで務めてくれました。何より国民の皆様にはワクチン接種にご協力いただき、先進国で最も高いワクチン接種率を達成しました。さらに日々の感染対策にもご協力いただいていることで、我が国は世界で感染が最も少ない国の一つになっています。皆さんのご協力に改めて感謝します。コロナ対応に明け暮れた1年ではありましたが、明るい未来への兆しもありました。夏の東京オリンピック・パラリンピックをはじめ、野球、テニス、ゴルフなど日本の選手が世界の舞台で最高の活躍を見せてくれました。また科学技術、文化芸能をはじめ多くの分野で日本人が世界的な評価を受け、若い才能も開花しました。そんな明るい未来への兆しを確かなものにしていくために、この年末年始、国民の皆様にお願いです。現在オミクロン株が世界的な感染拡大をもたらしています。我が国としては万全の水際措置を取るとともに、国内での感染拡大という最悪の事態も想定しながら、3回目のワクチン接種の前倒し、無料の PCR 検査の拡大、飲める治療薬の普及、そして医療提供体制の確保に万全を尽くしています。年末年始は忘年会や新年会、帰省、旅行など、友達や家族との楽しみがたくさんあると思います。その際には今一度手洗い、マスクの着用、3密の回避など基本的な感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。そして岸田政権は来年も国民の皆様の思いに応えられるよう、国民の声を聞く丁寧で寛容な政治を進めます。国民の声を聞くとは、多様な意見に丁寧に耳を傾け、より良い方法やアイデアがあれば躊躇なく取り入れ、政策を常に見直し改善していくことです。大切なことは、国民にとって何がベストかを徹底して追い求め続けることです。共により良い未来を築いていきましょう。それでは皆さん、良い新年をお迎えください。